流事務所響き10周年記念響きファン感謝祭開催。響き所属の声優が大集結、歌ありトークありのステージを楽しもう。チケット情報はホームページをチェック。皆さんこんにちは。響きの所属声優が YouTube でお送りしている響きスタイル、今日の担当はあいみです。こんにちは。はい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 、皆さんいかがお過ごしでしょうか。最近もねすっかり肌寒くなっておりまして、体調管理など気をつけてくださいね。さ、そういうわけで、現在ですね月刊節ロード12月号が大好評発売中でございまして、なんとなんとこちらではですね2月8日開催のバンドリラジオ祭りの二次抽選応募券が入っております。じゃじゃーん、こちらです。きっともういっぱいたくさん出演者出るので、普通に楽しいイベントになると思います。あと節ロード DJ ライブの先行抽選応募申し込み券も入っております。こちらは12月30日開催ということで、ギリ年越しじゃないんですけれども、年越しさながらの盛り上がりを見せていきたいと思っている、そんなイベントでございます。DJ ライブということで私もちょっと未知なんですけれども、もう盛り上がり間違いなしなので、ぜひ皆さんで年越しさながらに年末盛り上がりましょう。よろしくお願いします。そんなわけで応募期間は両方とも11月25日23時59分までとなっておりますので、お忘れなくぜひ遊びに来てください。お願いします。もちろんですね月刊節ロードではコミック版バンドリーをはじめ漫画も連載中でございますので、ぜひですねご愛読いただければと思います。書店にゴー。さあそれでは遊びコーナーに行きたいと思います。今日はこんな企画をお届けします。おもちゃで遊んでみよう。おもちゃ、おもちゃということで、何やら最近流行りのおもちゃをいろいろ用意していただいたそうなので、これで遊んでみようと思います。じゃあ今日遊ぶおもちゃを紹介しましょう。何が出てくるか分かりませんが、1つ目いきたいと思います。じゃーん、だってでってー、アクアリウムアメーバ。なんだろう、ちょっと嫌な予感もしますけれども、ちょっと開けてみたいと思います。遊び方わかんない。ちょっと待って、なんかこう開けようとすると振動で中がブルンってなるんですけど、いきますよ。えいっ、ちょっと待ってこれ、見てすごい、あ、ちぎれた。なんだろう、なんかスライムチックな、なんか入れ物に包まれたタコアクアリウムってどういうことか、海の生物が入ってんですね、水とか。はい、タコ救出完了。タコ、タコチュー。このタコを救出した後はこうやって遊ぶんですよ。楽しい。あ、もう一個あります、もう一個ありました。次は何の海の生物が出てくるのかな。さあ今度、なんだろう、なんだろう、どっちだろう、オットセイなのか、アシカ、きっとオットセイ。さあこんなわけでアクアリウムアメーバちゃんでした。楽しかったね。すごいあのワクワクが詰まってていいですね。2つ目はじゃーん、なんだ、どれがタイトルだ。ジュニアタングルイッツザットファンツイスティーシングス、ツイスティーシングス、あ、違う、ツイスティーシングクラシック、タングルブレインツールスヘルプスユーフォーカス。何書いてんだ、すごい厳重に包まれていますよ。あ、開いた開いた。はい、さあ出ました。家族の団らんの様子を見るに、おそらくですよ、おそらく遊び方はこう。これは自分だけのタングルを見つけるんですよ、きっと。自分だけのタングルの形を見つけ、オンリータングルを見つける、そんな遊びだと思います。じゃあ私だけのオンリータングルを作りますね。
私のオンリータングルはこれです。よし、じゃあここに飾って、こう。さあ、それでは大鳥ですよ、これ大鳥。3つ目の、おもちゃに行きたいと思います。それではカモン。じゃーん、なんじゃこりゃ。ブレイブレイブレイ、何か本当にわからない。あ、でも日本語で書いてある。考える力を育てるチーク玩具、乾燥しない散らからない安心素材、触ってびっくりって書いてますね。開けてみましょう。開けるんだろうね、これね。またね、これちょっとね、開けるまでも楽しいですね、これね。でもね、開けるまでってね、ワクワクのピークみたいなとこありますからね。おもちゃって開けるの超楽しいじゃないですか。まあ、ブシロードのカードゲームもそうだと思うんですけど、こうパックを剥くときってね、すごいワクワクするから、そういうことだと思う。なんでやね、そんなに赤いんか。開いたぞ。お、あれ、合ってる合ってる、あ、出すんですよね、きっとね。なんかすごい感じ。いいのこれ。ネバついてる、ネバついてるんだけど、お手手はサラサラなんですよ。見えます、この細かい糸。でもお手手はサラサラなの、不思議。すごい、あ、これもあれだ、自分だけの形を見つけるタイプのやつだ。これは色を混ぜて遊ぶのもあるらしい。すげえ、これは楽しい。触ってどんどん形が変わるから子供にはたまらんですね。黄色と緑、黄色と緑それぞれでそらちゃんとミコロン作ればよかった。でもすごい、本当なんか、これ一生遊べるのかな、これって。ずっとこの感じでホールドがキープするのが難しいっすよ、ミコロン。すごい、結構細かくできますよ、これ。彫りをね、作れば目っぽく見える。そらちゃんできました、ミコロンとそらちゃん。いい感じ、こちらで遊んできました。どうでした、皆さん、遊びたくなりましたか。ぜひね、お子さんがいる方とかはね、子供に買ってあげてね、すごい楽しかったんでおすすめですよ。さあ、そんなわけで、今日の満足度を発表します。ドゥルル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 ル。今日はここまでです。このチャンネルの動画は響きの誰かがどんどん更新していきますので、ぜひ気に入ったらチャンネル登録お願いします。今日の担当はあいみでした。バイバーイ。